今から行くとこは福島県の白河市のメガステージ白河、大型店舗が集合体なんですけど、今行ってみましょう。メガステージ白河、あの信号の交差点を左に曲がったところがメガステージですね。ここですね。ここがメガステージ白河。ここが大型店舗の集合体なんですけど、ここですね、丸亀製麺。すごい大入りだな。すごい大入りだ。おー、オープンしたんだ、丸亀製麺。ここはまずお寿司屋さんが入ってダメだ、次いきなりステーキが入ってダメで、次丸亀製麺が入ったんですよね。どうでしょう、白川は初進出ですね。丸亀製麺、須賀川市とかにはあるけど白川は初です。釜揚げ、余談なんですけど、実はここも うどん屋さんだったんですよね。伊予製麺っていううどん屋さんだったんですけど、残念ながら閉店してしまいました。で、今はテナント募集になってんのかな。だからうどんだからとりあえず成功するってわけではないんですよね。かなり競争は激しいと思います。以上。